メキシコ連邦警察のロゴ連邦警察はメキシコの警察組織。人員は約4万人でメキシコシティに本部がある。前身である連邦予備警察から麻薬カルテルなどの高度な脅威へ対応するため、交通警察、財政警察、憲兵隊や内務省の情報部門が合併して1998年に組織された。 連邦警察のパレード特殊作戦軍は、連邦警察の特殊部隊。87人の隊員が所属しており、8人から12人のチームで行動する。任務は、人質救出、重犯罪者の逮捕、対麻薬任務、対テロ作戦、犯罪組織への対抗である。メキシコ陸軍特殊作戦軍、メキシコ海軍特殊部隊、RAID、コロンビア陸軍アファー。 スペイン警察、声といった他の特殊部隊やアメリカの連邦航空保安局と共に訓練を行っている。連邦捜査官の拳銃は、クロック射精拳銃、H&KUSP、ジェリコ941、ベレッタ M92、H&KMP5、H&KMP7、h ケンプ、ウジといったサブマシンガンの他、 麻薬戦争に参加しているという事情から、多くの連邦警察官が自動小銃を手にしており、AR-15 や、ベレッタ AR70、90、ベレッタ ARX160 といった5.56、X45mm の当弾仕様のアサルトライフルのほか、FN フェルや H&KG3 といったバトルライフルも採用している。また、 機関銃も採用されており FN マグ、FN ミニミ、H&KHK21、IMI ネゲブ。狙撃銃としては、MGS90、バレット M82 や DSR-50 といった、対物ライフルも採用されている。17000台ものパトカーのほか、装甲車も保有している。ヘリコプターとしては、UH-60 ブラックホークを9機。 その他にマイナス17や、ユーロコプター A キュレーユなど。固定翼の飛行機はボーイング727を4機、カーサ CN-235 も2機保有している。UAV は国産のものを14機、イスラエル製のものは10機を使用している。ありがとうございます。